に生首入れるじゃろ。で、こっちに体。寝れば寝るほど。てれってれ。うーまい。こんにちは、ロビンです。てれるだよ。以前、コントロールネットバージョン 1.1 を紹介した動画で、シャッフルという新機能がすごすぎると、動画時間の大半を使って絶賛したわけですが、5月13日にさらにすごい機能が追加されました。あの1枚の画像が、まるで学習ファイルのように機能してしまうシャッフルよりも。そう、その名もリファレンスオンリーです。直訳で、参照だけ、になるけどそんなにすごいの？学習ファイルを用いなくても、差分画像が作りやすくなっちゃうんです。今日はそんなリファレンスオンリーの凄さについて紹介します。まずこのリファレンスオンリーはコントロールネットのバージョン 1.1.153 以降で自動的に実装されます。エクステンションタブから更新をチェックしてアプライしてくれ。するとコントロールネットのプリプロセッサ内にリファレンスオンリーが出現します。これはプリプロセッサのみが存在し、モデルを指定する必要はありません。まず試しにプロンプトにワンガールと最低限の呪文だけ打っておいて、私の画像でリファレンスオンリーをかけてみます。出ました、いつもの1万円。かわいい。今日からこの路線で行きましょう。全く同じ条件、シード値でシャッフルで出したものと比較してみます。シャッフルよりもキャラクターとしての誘導が強いね。シャッフルは入力画像の髪型や服装、背景の質感を重点的に継承しますが、全体としての拘束力はそこまで強くはありません。対してリファレンスオンリーはプロンプトで補助しなくても、髪色や目の色などキャラクターの要素を強力に継承する特徴があります。それぞれ見てる部分が違うんだね。さらにプロンプトで補助してやりましょう。ローラ学習の動画で用いたワイフディフュージョン 1.4 タガーに私の画像を放り込んで、分析結果をプロンプトに転写します。これでジェネレートしてみます。どう見ても私です。本当にありがとうございました。再現度高すぎひんか。1枚の画像から的確にキャラ要素を引き継いで異なる画像を生成してくれます。首から上の再現度は打率9割レベルと言っていいでしょう。少ない素材から学習を行うときに手っ取り早く素材枚数をかさ増しするのにいいかもね。これはつまりデカパイ差分画像も簡単に作れるってこと。やってみましょう。プロンプトの末尾にギガンティックブレストと追記してみます。なあフォーネ、これは学習ファイルを用いなくてもキャラクターを再現しながら別パターンの画像を量産できる神機能ってことですね。特にタガーと組み合わせて使用すると顔はそっくりそのまま出てきますね。この首から上の固定っぷりは相当なもので、キャラローラと組み合わせて使うと簡単にコスプレができます。ローラで補正されて下半身も描かれてるね。首から上の要素を極めて強力に継承する、これがリファレンスオンリーの他にはない特徴です。これってもしかしてリファレンスオンリーを2枚使ってそれぞれで顔と体を組み合わせれば、ローラなくても画像2枚だけでコスプレ画像が作れてしまうってこと？ザッザポイント。自作のオリジナルキャラクターの生首と他のキャラクターの体を悪魔合体してリファレンスオンリーの強烈なスタイル継承能力を用いれば、ローラなしでもコスプレ画像が簡単に作れそうな気がします。試しにやってみます。コントロールネット1枚目にロビンちゃんの生首を透過してリファレンスオンリーを使用します。2枚目にペイントソフトで頭を消したボディを入れます。これもリファレンスオンリーを使用します。3枚目にはポーズ固定のためオープンポーズを入れておきます。そしてプロンプトには私の生首の分析結果と首なし画像のうち服装に関する要素だけ記述します。これでジェネレートしてみると、おー草生えとる。ちょっと暴れ気味になるのでガチャ回数が増えますが、おおむね悪魔合体できてますね。余計な部分を削除すれば制服姿のコスプレ学習素材として使えるレベルです。ちなみに首なし画像の方はキャライラストである必要はありません。例えばファッションブランドのサイトからサンプル画像を拝借してタガーで分析、その画像とプロンプトをリファレンスオンリーで読み込めばその服を着せることもできます。かわいい。 AI 特有の解釈ブレでまた新たなデザインが生まれるのが面白いね。リファレンスオンリーとタガー、まさに最強のコンビですね。今までは特定のキャラクターに別作品のコスプレをさせる、いわゆるアイコラみたいな遊び方をする場合、I2I やプロンプト直打ちではブレが大きすぎるため学習
集ファイルを用いるのが一般的でした。しかしリファレンスオンリーの登場で画像2枚あれば作れるようになってしまいました。オリジナルキャラクター制作も生首画像1枚作っちゃえば簡単に全身像や着せ替え差分が量産できちゃうね。間違いなくコントロールネットバージョン 1.1 の最強機能です。リファレンスオンリーは使わなきゃもったいないすごい機能なので、みんなも使ってみてね。今回はこのあたりで、また来週。梅雨入り前にガラコ塗っとけよ。